かんねえ、くそ。練習してもこのざまだから。毎週来てるもこれだからね。いやうまく泣いたんだ。練習しろ。何年言ってんの。練習あるのミスね。ミスってもいいんだけどさ、次同じことやんなきゃいいんだよ。繰り返さないように。それ繰り返さないからただのバカなんだよ、金次君。直そうとしてないから。そんなことないぞ、そんなことは。だってあーって思うんだったら、ね、気をつけるじゃん。意識するでしょ。しみる思いで。だよね。だって仕事も同じ失敗しないでしょ。確かに。ついあって出てしまうんだよね。ついつい。はい。理屈じゃねえんだよ。聞いたことあるそれ。理屈じゃねえんだよ。もうこう笑うから。へへつくんです。苦笑いしかできない。どうぞ。出した後にどこに抜けてばいいのかよくわかんない。状況次第なんだろうけど。あ、でも優しい。完全に気分が当たってる。気分が当たってる。肩が入れた時に、出した時に走って。寄った方がいい。まあ、そのポジションにもよるんだけど、ここでキックしたから、あの時に当たる時は、今の走りでこっちに走ってもらえるから。わーおー。このまま抜けて、もうよっ、ノリ君に寄ってて打ってもいい。もしパパが出すと来るときは、たぶんザボが下に行ったら、よっ、あれが逆に上に入ったから、イエーイ、来ないから、後ろで、スライトの顔見たら、ケイ君、ケイ君、あれは自分も、ピボ当てだったら少し寄せるイメージでもいい。あと俺は、うん、幼児単独？幼児単独ですか？幼児単独。頑張れ。何万だっけ？十？あ？頑張れ。76ですか？あ？違うんですか？幼児は八。八だ。八になったっけ？あ、ごめんなさい。八になったんでしたっけ？変わったのか。変わった。OK、ナイスだ。押し押し。ケンタ頑張れ。危ない。アシストってあったの今？いや、幼児、あ、今ですか？三部さん単独？今、今三部単独っぽい。ケンジ。ケンジ？あ、ケンジって呼んじゃった。え、呼んじゃいけないの？ケンタらしいですよ。ケンタ？ケンジ、ケンジが本当だよ。ケンジ君って何番？ケンジはね、サンキュー。三十。サンキュー。サンキュー。サンキュー。今アシスタント。今はアシスタントあったのかな。幼児。幼児からキング。ほい。すいません。三部君からケンジ。いますか。いいな。これネギ玉でいいや。幼児から幼児からキング、キングさん、さっきと同じ。ケンタ周りを使っていくんだ。ケンタから
三部君。ケンタ全員にパス回して全員に。ごめん、ケンノスケ、ケンノスケ見向きもせずにケンくん、おいで。あんまり気にしなくて。サンベ君から、なんとかじゃん。音符っすね。すげえな。音符入れてたんかな。あれあれ、ウイルス付きの。お、入った。あ、惜しい。ウイルス付きの暖風、うん、暖房。量産だな、今。ちょっと目つぶって想像する。目の前にある。いつも通り起きたくなくなりますね、もうそれだといや、いつも通りだよ。白身とは思いたくないです、白身とは。入ってないですね。今入ったかと思ったんですけど元気になれるかな。お客さん入ってる。ベイさんがケンタ君、ケンタ君足の方が動かなくなってきたよ。プレイ弟みたいなおもちゃの左足。おもちゃだもん。おー、巻いた。